ただきましてありがとうございます。ありがとうございます。あれですか、はい、盆休みは何やってました？盆休みだいたい家にいますね。家にいました。家にいましたね。あ、何をやるわけでもなく、人と会ったり家にいたり飲んだり僕は盆休み中に腰をやっちゃって3日間ぐらいもう立ち上がれずに、でまだちょっと今病院行ってるんですけど、でまだちょっと今日も本調子じゃないんで、後半になったら失礼しますので今日は常川さんにバトンタッチで、お願いします。なので腰をいたわりつつ無理しないようにしてください。わかりました、はい、ところで、はい、もう CG できました？できたはできたんですけど、まだ向こうの会社に、会社というかその、はい、業者に出してないので、明日出来上がったのを聞く感じなんですけど、その後で業者に発注するみたいな、はい、なので、はい、今すごく楽しみな最中です。今回はあれですか、はい、弾き語りじゃなくて今回バンドです。あ、全部バンド。でも1曲だけ1人で弾き語りしてるんですけど、あとは全部もうバンドバンドで、他の人にバックバンドを弾いてもらうと私はただ歌うことに集中する感じなので安心して聴けるんじゃないかいや本当ですか？それは次回で。で、1人でやってるやつも1曲だけあるので、はい、なのでその楽さを楽しんでいただければみたいないいですね。でもバンドの中に1曲ポツンと弾き語りのやつがある。そうなんですよ、ね、まだ聴いてないんですけど、ね、ったやつはそう、だからすごい楽しみなので、もしよかったらよろしくお願いします。で、今日いらっしゃってくれた方に欲しいの方もいらっしゃるので、注意事項です。1人2曲ずつで2曲回してやってきます。で、LINE なんですけれども、 LINE はこちらの方に店の置いてある LINE があるので、自分の LINE を使うんじゃなくてこっちの店の LINE を使う感じで、で、自分の出演のちょっと前までにはチューニングの方も済ませていただいて、で、これから多分いろいろ人が増えていくと思うので、スピーディーに転換をご協力ください。よろしくお願いします。順番を発表します。1番私樋口、2番小澤蓮さん、3番丸山本さん、4番清川さんです。で、またじゃん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 と一周したらまた2曲ずつみたいな感じでじゃんじゃん12時までやってきますので、どうぞお付き合いください。よろしくお願いします。お願いします。じゃ、オープニングアクトで1曲だけやりたいと思います。金魚という歌聞いてください。あんたの夢がなぞるあたしの静かな上での
我の棚屋に許しを送る赤が染まった金魚はいるんだえ愛しい愛しい愛しい目そやしこびてるもんだ声を出す登り果てる私を見てお前は気だとささやいてどこへも行かせるというのならあんたはどうその手で殺してよ僕まで疲れかき乱し震えて
ストリームですごいね、大惨事がね大丈夫ですか、もう準備大丈夫ですか。じゃあ次、おだれんさんです、よろしくお願いします。
けで逃げ出すわけじゃないけど、一度結ばれなかった恋は Thank you.
めして丸と申します。どうぞよろしくお願いします。そんなことでね、今日は気楽に来てしまいましたが、せっかくならば、オリジナルでやろうと。いつもはストロークが多いです。少しばかりのことならば、少しばかりのことならば、君の歌も聴いてやろうではないか。さあ歌い出せ、君の歌は暗すぎる、君の歌は苦しすぎる。そんなものを聞かされていると、本当に辛くなる。わけもなく辛く、なぜかしら辛く。辛くなる。君の歌は暗すぎる、君の歌は苦しすぎる。そんなものを聞かされていると、本当に辛くなる。下手なセリフはやめてくれ、下手なセリフはやめてくれ。そんなものを聞かされて、本当に辛くなる。君の歌が聞こえない、君の歌が聞かれない。こんなに辛いことがあるのだろうか。本当に歌が聴きたくて、君の歌が聴きたくて、君の歌が待たれている。さあ歌い出せ、thank you.
作った曲、比較的新しい曲を読んでいただく。次の曲はですね、私も娘がおりまして、さっきの、和製物したのは実は娘がレンズで歌うので、そいつをですね、和製たので、お父さんに非常に辛い立場におりました。早速取りに行ったわけですけども、その娘がですね、今27になるんですが、仕事を結構た楽しくらし、楽しいらしくて、仕事は楽しいんでしょうけども、帰りは遅いし、休み日はずっと寝てるし、男っ気はないし、お父さん大変なんですね。で、娘を見てて、その時にちょっと作った曲だったんですが、気がついたら、なんか自分に対して歌ってる曲になってしまう。いつものように君の隣に座り、肩に手を置き、そっと尋ねる。辛くはないか、苦しくはないか、もう少しだけ「いつものように君の隣に座り、ギターを弾きながらそっと尋ねる。怖くはないか、悲しくはないか、もう少しだけ」君の手を握り、強く握り、そんな風に一日が終わり、そんな風に そんな風に一日が終わり、そんな風に
次は清川さん、一ヶ月ぶりですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に、今年は本当に非常に暑かったんですけどね。暑かった。まあ、本当やっと涼しくなりましたけど、盆休みが終わって、やっと涼しくなりました。そうですね。腰は大丈夫ですか？本当に、ちょっと季節の変わり目で、ちょっと体調を崩されるようになります。じゃあちょっと涼しくなる歌を、夏の歌を、浜辺の歌っていう歌があるんですけど、Okay.
次の曲はちょっと新しい曲を作ってみたので、オリジナルの曲を作ってみたので、歌ってみたいと思います。まあ大切なものを誰かに、まあ、渡したい、また受け取りたい、そんな内容だったんですけど、あなたのメロディーっていう曲なんですよねっていう、まあ、タイトルをつけました。私の心に
私あのミュージシャンじゃないんで。すごいジャニーズみたいな。本当にお笑いのパターンなんで、ひょっとしたらここに来てはいけないのかもしれませんけど。今日はね、あのとんでもないですから、もう夏ですからね。夏といえばもちろんお化けですからね。あの申し訳ないですけど。妖怪ウォッチもですね。子供たちの前では妖怪ウォッチとかね、そっちのシリーズに行くんですけど、今日はあの皆様、大人の皆様の前ですので、もうちょっととんでもない、亡くなってしまった方の、方をですね、盛り上げていきたいかと思います。本当にあの皆様には悪いものを見せてしまって、後で化けて出てくるんじゃないかと心配させると思いますけど、まあ、ご迷惑かえりみず。いいでしょうか。出てますでしょうか。ごめんなさい、全然見えないのにここに立つと。はい、それじゃあ改めまして、あの山地正則と申します。よろしくお願いいたします。あの山地正則、ギター歌謡賞を略して山賞ということで、活動させていただきまして、本当に、名古屋でもですね、たくさんあの常川さんはじめあの知ってる方ができてきまして、非常にあの光栄でございます。で、まあ、こちらでまた皆さんとお会いすることができて、非常に ありがたいと思っています。普段あの、75歳以上の方の前でやる敬老会とかいうパターンが多いんで、今日はこんなに若い方の皆様で大変ですねということで、今日はですね、夏ということでお化け大会で行きたいかと思います。で、私あの非常に気が弱いんで、あのスイッチを入れないとできません。普段あの紅白歌合戦、あのちょんまげのカツラをかぶったりしておりますけど、今日のスイッチはちょっと変わったところで、もう仮面まで用意してしまいました。今から銀行に入りに行くことも、元気に行きましょうか。何があるかと言うと、一応あの、ビリー・ジーンというマイケル・ジャクソンでございます。ひさの花の待ちかりけん、ハンドヤブセン、アセンドマクファルン、アヨナアヨワン、グダンス、オルフロー、エリアン。
ビートイット。はい、大変お騒がせしました。マイケル・ジャクソンお化けシリーズでございました。ありがとうございました。レナさん、ありがとうございました。明るくしないでください。お面なんですか、ね、瞬間でね、ほとんど前が見えなくなりました。失礼しました。行きます。